ハフィブとは、主に動画キャプチャソフトやノンリニア編集において、録画された AVI ファイルや AVI 中間ファイルの圧縮用として、よく使われる、可逆圧縮コーデックである。動画を保存する際に、MPEG-2 や MPEG-4、H264 などの非可逆圧縮コーデックに変換すると、変換を繰り返すたびに、動画の品質が下がってしまう。逆に、 非圧縮で保存した場合は非常に大きなサイズとなり、それらの本来の目的を果たさなくなる。しかし、ハフィブは可逆圧縮のため変換しても映像を劣化せずに圧縮することができる。しかしデータサイズは圧縮を行う非可逆圧縮コーデックと比べ大きくなる。 公式サイトは h t t p n e u r o n 2 n e t w w w m a s b e r k e l e y e d u b e n r g h u f f は u v h t m l であったがサイトは2014年頃に消滅した。ハフィブはラバベコデックに移植される際に従来のものとの互換性を保ったものの他に 新たに適応的ハフマンテーブル及び y u v 4に、例対応による圧縮率の向上を果たした新バージョンが開発された。これは FF 度称 VFW コーデックにもすぐに取り入れられたため、フメペグユーザーだけでなく、Windows 用ノンリニア編集ソフトユーザーたちにも広く普及し、今日においては、ハフィブとはフベハフを指すことが一般的となってきている。 ありがとうございます。